いいですね、これね。もういいよ、いいよ。すごい綺麗だ。うわ、いいなぁ。すげえ綺麗だよ。すごい綺麗ですね。うん。いよいよですね。最終チェック入ってます。いよいよです。余裕だな、すごいな。すごい。そして見えない。あ、見えましたね。すげー。回収です。はい、無事帰ってきました。飛んでる時ってどうですか？あのね、うん、ちょっとやっぱ久しぶりだったから、うん、ちょっと体がね、うん、硬直するんだよ。あーって。おー、でも多分、うん、次のサルガキョウは、うん、もう今飛んじゃったから一回、はい、今度距離長いじゃないですか、落ちてる距離が、うんうんうん、20メーターね、うん、だからちょっとなんか本当はアクションしたいんだけどさ。バンバンジーで、バンバンジーで、うん、とりあえず最初バンバンジーってやるよ。位置は同じはずなんだけど、もうちょっと少し走る。こんにちは。しまーす。カズさん、今の心境は？あ、怖いよ。嘘っぽいですね。ジャンプリーン。後ろからは初飛びですか？あ、飛び飛び、初めて。緊張する？しない。あ、そう。腰が。オッケか。初背面飛びみたいな。意外に面白かった。あ、本当に。怖さは？怖さはね、あの落ちるのが見えないじゃん。はい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 。怖さはやっぱちょっと半減するかな。マジか、うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、あと一箇所っていうかね、バン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 飛ぶ飛んじゃってあとはゆっくりさせてくださいよみたいな。いやいやいや、大丈夫、次飛ぶ前にちょっとゆっくりしよう。飛んで飛んで飛んでみたいな。だって迷いないんだもん。1時間半も早く飛んじゃって。どうなってるんだ。でもなんで一番最初バンジーで飛ぼうと思ったの、うん、そもそも、うん、だから行ってけどね、やたらバンジー飛んでたじゃん。やってますよね。やってたじゃん、うん、で、あ、なんか俺も飛んでみたいなみたいな。飛ぶ前って自分がイメージしていた飛ぶ前とかと実際飛んでからって違うもんですか？バンジーのイメージ、まあ
安全にスリルが味わえるみたいな感じ。なんかみんなあんま やったことないじゃん。うん。周りでもあんまいなかったから、ちょっとやってみようかなみたいな。1日で3つを、同じ場所で3箇所とか4箇所はいらっしゃいましたって言ってましたけど、何回もこう来て何回もこう通って飛ぶみたいな人はいるけど、1日でポンポンポンってのはあんまりいないって言ってたね。で群馬に3つあるからさ、もう群馬で水上と猿楽郷のコンボをやるっていうのは前々から考えてたんだけど、でそれを考えていた間にヤンマができたわけ。じゃあ次の場所に移動しますか。100m 超えですけども、心意気は先ほどと変わりませんか？多少は違いますか？高いな。高いよ。じゃ別に恐怖心とかはない？それは怖いです。怖いとかあるんですね、カズさんで。お、緊張感、これ今日3本目バンバンジーか。バンバンジーできますか？今日3回目って言ったら、今たちですかって言われてます。はい、ドップして飛ぶよ。大丈夫ですね。はい、行きましょう。アンダー、ゴー、ヨー、ザ、リー、エッジ。バンジー、バンバンジー。バンジー、バンバンジー。カズさんバンバンジー出ました。ゴー。バンジー、バンバンジー。意外に腰が痛いんですよ。3本飛びました。はい、回収されてます。無事回収されてます。いい景色ですね。いい景色。はい、感じ。ただいまー。イエーイ。白いパリがすごかったね。うん、バンジーすごかったね。うん、いや緊張したね。自分たちが飛んでないんだけど、緊張したね。手に汗握るみたいなさ。本当ね。いやでも最初もすごいなと思って、うん、2回目をもうあれあれ終われよという感じで勢いで、うん、で3回目はやっぱ、ね、飛ぶ時間が長い 100m 超えだからさ、もううわーっていう感じですごい3つとも違くて、ね、うん、見応えがあった。うん、いや信じられない。すごーい。